西村良は、滋賀県甲賀郡厚生町出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属。湖南市立三雲小学校在学中に、三雲スポーツ少年団で、軟式野球を始めると、交際中学校の在学中には、滋賀安ボーイズに所属していた。中学校の同級生に、奥村天進がいる。青森山田高等学校への進学後は、2年時の、 秋と三年時の春に青森県大会を連覇したが、三年時夏の全国高等学校野球選手権青森大会では、準決勝で広崎学院聖愛高等学校に敗退した。二学年上に山崎明太郎、一学年上に京田陽太、木老聖なりがいる。星としての肩の強さや、 対外試合で通算23本塁打を記録した長打力をスカウトから注目されたことを背景に3年時の秋にはプロ志望届を日本学生野球協会に提出したものの NPB ドラフト会議ではどの球団からも指名されなかったため卒業後は富士重工業へ入社した富士重工業では公式野球部に所属したが入部1年目の2014年に故障 チームメイトの東国龍馬が正捕手に定着していたこともあって、2年目以降は、星登録ながら、主に外野手や指名打者として対外試合に出場していた。社名とチーム名がスバルに変更された4年目には、チームが第88回都市対抗野球大会2次予選の北関東大会で敗退したものの、自身は日立製作所の補強選手として本大会に出場した。 2017年の NPB ドラフト会議で、オリックス・バファーローズから保守として50名で指名。契約金4000万円、年俸700万円という条件で入団した。背番号は、スバル時代にも着用していた25。契約合意後には、走ることに自信があるので、走行手いずれの面でも、今までにない保守になりたいとの抱負を述べた。2018年には、 春季キャンプから公式戦開幕後の5月下旬までに軍で調整。保守登録で臨んだウエスタンリーグの公式戦では指名打者や外野手にも起用されたほか30試合の出場で打率320を記録した。聖波交流戦の5月29日の対中日ドラゴンズ戦で4回裏から1番中堅守として1軍公式戦にデビュー。 6回表の第2打席で、一軍公式戦初安打、初打点を福谷孝二からの中前的時打で記録した。5月30日の同カードでは、1番、中堅手として、一軍公式戦で初めてスタメンに起用。1番、右翼手として、スタメンで出場した6月8日の大東京ヤクルトスワローズ戦では、3回表の第2打席で、一軍公式戦初本塁打を、 デイブハフから打った。高校時代を過ごした青森県内の弘前市遥か、夢球場で7月12日に開催されたフレッシュオールスターゲームでは、保守扱いでウエスタンリーグの監督推薦選手に選出。実際には3番、左翼手としてのフル出場で4打数1アン1打点という成績を残した。シーズン通算では一軍公式戦31試合で打率。 193、二19本塁打、8打点、2盗塁を記録。28試合で外野の守備についたが、保守としての出場機会はなかった。ウエスタンリーグ公式戦では、通算65試合の出場で打率。308,4本塁打、25打点、4盗塁を記録。29試合で、外野手、23試合で保守に起用された。シーズン終了後のキャンプでは、 打力を生かすべく、一軍ヘッドコーチから一軍監督へ昇格した西村特分の提案で三塁の守備練習に参加した。2019年には登録ポジションを保守から外野手に変更。7月4日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、生涯で一番の感触という本塁打を本拠地の左翼スタンドに初めて打ち込んだ。一軍公式戦全体では、出場試合数こそ、 前年から減少したものの、本塁打は前年と同数で、打率、超打率、出塁率はのきなみ前年を上回った。2020年には、春季キャンプ中の紅白戦でこの年のチーム第1号本塁打を打つと、オープン戦以降もバッティングで存在感を発揮。プロ3年目で、初めての開幕一軍入りを果たしたが、一軍公式戦全体では、29試合の出場で、 一本塁打、打率。161と低調だった。2021年には、開幕一軍入りを逃し、レギュラーシーズン中の一軍昇格も8月20日にまで持ち越された。50メートル走で、最速5秒8を計測したほどの瞬速と、保守としては二塁への早球が1.8秒を記録したほどの強権の持ち主。オリックスへの入団当初は、当時の先輩保守。 山崎勝美氏と仰いでいたが、実際には1年目から外野の守備に就くことが多く、2年目からは外野手として登録されている。愛称は、ムーにしむ。もともとは左利きであるが、野球では、うと右打ちに徹している。本人曰く、小学5年生で、軟式野球を始めるに際して、野球を全く知らない実母が、左利きだから、左手につけるはずと誤解したまま、 右利き用のグラブを用意してしまった。野球を始めてから自宅での練習を実母に手伝ってもらううちに、うとう右打ちになれてしまったという。もっとも日常生活ではオリックスへ入団してからも箸やペンを左手で扱っている。中学生時代までは裸眼での視力が左右とも1.5だったが、青森山田高校への入学を境に急速に低下。 スバル時代の視力は左右とも0.1で、野毛症にも見舞われていたため、コンタクトレンズを着用していた。そのため、オリックスへの入団記者会見に臨んだ、直後の2017年12月23日に、レーシック手術を受けた。自己資金からおよそ40万円を投じた、手術の結果、裸眼の視力は左右とも2.0二まで向上したという、小籔和との大ファンで、 一軍公式戦の始球式で小籔の投球を受けることを目標に挙げている。小籔自身は2014年からオリックスが京セラドーム大阪で主催する一軍公式戦のうち毎年試合の始球式に登場。2018年の始球式登場日であった9月2日の対西部戦では始球式へ臨む前に小籔とのキャッチボールが実現している。ありがとうございます。